夫婦のもとに生まれる。1964年、13歳の時から江藤俊也に支持した。1967年、東方女子高等学校音楽科に進み、1970年、東方学園大学音楽学部に入学。在学中の1971年に第40回日本音楽コンクールで第1位を受賞。1974年に、 同大学を卒業。1975年、ベルリン芸術大学に入学し、ミシェル・シュバルベに指示する。1977年、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団に第一、バイオリン奏者として入団。翌1978年、ベルリンフィルハーモニー弦楽、ゾリステンに参加する。1983年、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の第一、 コンサートマスターに就任した。同楽団史上、一般奏者からコンサートマスターに内部昇格した事例は、安永が初であった。オーケストラ以外でも、ソリストとして、また室内楽においても演奏活動を行う。1990年、石井牧のバイオリン独奏のための夜の響きを、ベルリンフィル弦楽、ゾリステンで初演する。妻の一の歩みとデュオを組み、 1991年8月にリリースした CD 安永通るバイオリン演奏会は平成2年度文化庁芸術作品賞を受賞した。1999年からベルリンフィルカンマーゾリステンのメンバーとしても活動を始めた。2009年ドイツの文化、音楽に特別な貢献をしたとして独功労勲章功労十字章受章をドイツ政府より授与された。 定年まで8年を残し、同年2月の演奏会を最後にベルリンフィルを退団した。ベルリンフィル退団後、日本の北海道に拠点を移す。市野とのデュオのほか、小編成での室内学、指揮者を置かないアンサンブルでの活動を施行している。拠点の北海道では、札幌コンサートホールのアソシエートアーティストに就任して活動も行っている。また、2006年より、 専属学園音楽大学で更新の指導にも当たっている。妻はピアニストの一野あゆみ。日本音楽コンクール受賞者一覧。バンドスバーディエンシュトクロイズフィワ、トール・ヤスナが月刊、ブラーボ10月号、東京ムド2009年、札幌コンサートホールでは、ヤスナがトール、市野あゆみの漁師に、札幌コンサートホールのアソシエイトアーティスト、専属学園音楽大学。 ありがとうございます。